キットラジオマーケティングあれこれ雑談。映画業界お役立ち情報満載のリサーチメディアキックレポート編集部のターニャです。よろしくお願いします。この番組は映画の宣伝プロデューサーが日々考えていることを話す番組です。マーケティング目線で世の中を見ると見えるものが変わってくるということで、キコリの木村さんをお招きして放送しております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。木村さん、今日は、はい、お話をお伺いしたいなと思ってるんですけど、はい、どうしましょう。今日ですね、去年ステマ規制が、あ、ステルスマーケティングのね、ステルスマーケティング法規制ですかね、うん、が決まったと思うんですけど、はい、あの影響ってなんか映画宣伝にあったりとかするのかなっていうのがちょっと気になってるんですけど、はい、そうですね、まあ、ステルスマーケティングしちゃいけませんよっていうのはどういうことかっていうところから一回整理すると、 ありがとうございます、はい、あれですよね、お客さんが、うん、なんか誰かがおすすめしている宣伝をインターネットで見ましたと、はい、でそれを購入しました。でも、はい、実はそのおすすめしていた人は、はい、本当はその商品使ってなくて、お金をもらって実は宣伝でお話をしていただけでしたみたいなことが、はい、結構ね、何件か、まあ、トラブルになったのかなってないのか僕はよくわかんないけど、はい、そういう宣伝でやってんのか本当に紹介してんのかちょっとグレーなところが分かりにくいから、はい、整理した方がいいんじゃないみたいなことで、うん、この規制ができたんじゃないかなっていうふうに理解はしてるんですけど、そんな感じですよね。はい、そうですね、まさにそうだと思います。だから僕らのポイントとしては、はい、お仕事として、著名人に映画を見てもらって、はい、褒めてもらいたいっていうベースにあるじゃないですか、はい、そうですね、やっぱりね、はい、インフルエンサーにこう広げてもらえたら嬉しいなっていう気持ちでやってるから、はい、いろんな人に試写状を送ったりして見に来てくれたら、はい、お見に来てくれた、つぶやいてくんないかなみたいな、はい、いつもやってますけど、それが引っかかるのかどうかってところは気になりますよね。そうですね、どうなんですかこれ、調べました、なんか詳しいですか。いや、なんか、いや私はごめんなさい、結局詳しくないからまた木村さん木村さんっていう感じで、これあれこれ雑談だから、もう本当雑談のレベルで、はい、正しいかどうかは分かんないですけど、僕の理解で話して大丈夫ですか、ね、大丈夫です、ぜひお伺いしたいです。はい、そう、これね結構グレーなゾーンが幅が広いと思ってて、例えば、はい、僕が担当している作品を、はい、僕の個人のブログで、はい、こう同意につながるような、投稿をするとしたら、はい、これね引っかかるらしいんですよ、どうやら。なるほど、はい、そうだから僕はこの映画の宣伝をやっているスタッフですって名乗ってから、はいはい、作品の魅力を話す分にはいいんだけど、はい、あたかも一般人化のように映画を見たらこんな気持ちになってすごい面白かったですっていうのは、うん、こうちょっと引っかかる可能性があるって聞いたことありますね。なるほどです。なんか結構際どい感じがしますよね。なんか際どいよね。だってその映画を見てもらうためにいろいろお話をしたり記事を書くのが仕事なのに、はい、それ捨て間って言われちゃうの結構きついですよね。そう、なんか多分やっている仕事全部が捨て間になりありえそうなぐらい、ちょっとなんか境界線がすごい微妙だから結構悩むんじゃないかなっていうふうには思うんですよね、うん、そう。でもこれ何が基準かっていうと、はい、映画を見た人が自らの意思で投稿するっていうのは、はい、これは OK らしいんですよ。なるほど。だから試写会に来てくださいって呼びました、はい、でこの映画はこういうふうに面白いのでこういうふうに書いてもらえませんかって交渉したものが書かれちゃうと、うん、はい、多分ダメなんですよね、それはね。なるほど、なるほど、うん、はい、でも面白いって思ってくれたら、はい、つぶやいていただけると嬉しいですっていうのは、はい、まあ OK かどうかで言うと多分
その段階ではグレーだと思うんですよ。なるほどなるほど。でもつぶやいていただくときに、はい、今日はこの映画の試写会に行ってきましたっていう前置きがあって、はい、何かコメントを書いてくれたりとか、はいはい、なんかそういうこう分かりやすく自分と主催者の関係性が分かるものが、はい、書いてあれば、はい、大丈夫みたいな、らしいですね。なるほどなるほど。そうだからそうですよね。だからもちろん何かをこう意図的に操作はできないし、うん、普通その見た人もそのなんだろう、もしこうフリーで見てたらそれを事実を述べよっていうことですかね。そうなんかで、まあそういうことなんですよ、はい、でもなんかこれって興ざめというかロマンがないですか。そうですよね。だってこれってもうグレーゾーンを外れて真っ白でやってくださいって言うとしたら、はいはい、今日は映画の宣伝の何々さんにお誘いを受けたので映画を見てきましたと、うん、で、面白かったら記事を書いてくれと言われたので、はい、謝礼をいただいたので今日は投稿させていただきますが、はい、頼まれたから面白いって言ってるわけじゃなくて頼まれてみたけども本当に面白かったって思ったんですっていうことを言わなきゃいけないわけじゃないですか。まあ、そうですね。それを伝えなきゃダメになっちゃうってことですもんね。入ってこないですね。そこまででお腹いっぱいですよね。もうそ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 うですね。感想までいかなくなっちゃいますよね。確かに。だって普段僕が映画の、はい、いろんなコメントとか見てて、はい、これは記事だなっていうのは、はい、ハッシュタグ PR とか、うんうんうん、提供どこどこみたいなのが書いてあるから、はいはい、まあ、それは分かりやすくそういうのを見ますけど、やっぱりそういうのが書いてあって作品が褒められていると、はい、見る側の気持ちとして感じるのは、はい、これは本音じゃなくてお金をもらってるから褒めてるんだなみたいなフィルターがちょっとこうかかっちゃいますよね。かかりますね。やっぱそのハッシュタグ PR とかそういうのだけで、あ、広告かっていう、なんかちょっと今多分広告に対する嫌悪感って、うん、多分今の人って結構強いと思うので、うん、なんかそういうのはちょっと、はい、強、なんか強く、なんだろう、ブロック、感想を知る前にちょっとブロックしちゃうところはありそうですよね。でも本当は広告だから、はい、はい、その作品をちゃんと担当している人が作っている記事だから、はい、この記事は正しいはずであるって思って見てくれるのが本当なのに、広告って書いてあると逆にちょっと騙されてるような気持ちになるの、はい、ちょっと悲しいですよね。悲しいです。確かにちょっと今そんなこと考えてる、確かに悲しいことが今起きてますね。そう、逆ですよね、うん、そうですね。だって本当はね、その MLB の帽子だって公式のものが欲しいわけじゃないですか。はいはいはい、そうですね。で、僕らは公式の情報を発信してるのにハッシュタグ PR ってつけるよりもついていない投稿の方がこうバズるっていうね。確かに、なんですか、確かに悲しいですね。悲しいですよね。まあ、でも、まあ、皆さんがそういうふうに見てるわけじゃないと思いますけど、はい、僕らがねよく映画サイトさんに、はい、ご相談するのは、はい、映画の魅力を 100% 伝えるために、うん、実は予告編ではこう描ききれない面白さが、はい、こういうポイントがたくさんあるので、これをその映画ファンに伝えるためにはどういうふうに伝えたらいいかっていうのを、はい、ライターさんとかと相談しながら、うんうんうん、じゃあこのライターには A っていう方向性から、このライターさんには B っていう方向性から、このいろんな方向性から感想を書いてもらいましょうかっていう相談しながら記事を作ってもらうことってありますけど、はい、うんうん、はい、はい、これって別にね熱動してるわけじゃないし、作品の魅力をね十分伝えたいっていう気持ちの特集の作り方だから、はい、そうですね、一番こうね分かりやすくて面白さが詰まってるっていう記事になってるはずなので、はい、うん、ハッシュタグ PR って書いてある特集記事があったらはい、ちょっとこう気合い入れて読んでもらうと嬉しいですよね。僕そうですね、
おっしゃる通りですね。そこに逆にこのこちら側としては一番なんですか、うん、もう詰めてますからね、読んでほしいことを。そうそうそう。なるほど。では本日はここまでとさせていただければと思います。次回もこのステマ規制法についてお話をお伺いしたいと思います。そしてきっとラジオではリスナーの皆様からのご質問を募集中です。概要欄のメールアドレスに日々の生活に役立てたい、こんな話を聞きたいなど、ぜひお送りください。ありがとうございました。